ヤクルトが6日に行った新入団発表会で主役の座を射止めたのは性能運輸、松本直樹補修、24イコール立大だった。マスコットのつば九郎の隣の席だったこともあり、いじられまくり。趣味を問われると皮膚民張りの柔和な笑顔で、将棋が好きですと回答。羽生善治氏、47が衛星七冠無理を獲得した直後ということもあって、会場が大きく湧いた。 発表会後にさらに取材をすると、ガチの将棋好きということが判明した。保守としての判断力や洞察力を磨くのに生きていると話し、米朝国を衛生規制が行ったと言われる、兄たちは頭が悪いから東大へ行った。自分は頭がいいから将棋差しになったという言葉が好き。理由として、それだけ道を極めて仕事に対する誇りがあると力説するほどだ。先方は、 穴熊囲いで守備を固めて挑むところが保守らしい。神宮のクラブハウスでは藤井四段の勝ち飯として注目を浴びた、弥勒い折から出前を取ることが多いと聞くと、食べてみたいと目を輝かせた。ちなみに名物は豚キムチうどんと聞くと、僕はうどんはうるさいですよ、とにやり。香川出身だけあって、うどんへのプライドを覗かせた。保守も、将棋も、うどんも、 どっしりと腰のあることが重要なようです。開き括弧ヤクルト担当イコール島根純とじ括弧